お世話になってます。 YouTube は平本です。はい、どうも皆さんお世話になってます。 YouTube は平本です。さあ、今日は小田先生に来ていただきました。お世話になってます。お世話になってます。さあ、こちらでございますね、はい、じゃんということで、秋のオカリナ演奏会ということが、はい、10月19日来月でございますね、はい、1ヶ月後に迫ってきましてですね、まあ、小田先生と今ちょっと打ち合わせをしたんですけども、はい、まあ、どんなラインナップでいきましょう。そのね、曲目的にはまあ、童謡とか歌唱曲とかをメインに、うん、ちょっとこう演歌が入ったりとか。ああ、そうね、はい、うん、やっぱりこう秋に合う、そうですね、ね、まあ、小田先生らしい、そしてオカリナらしい、カンタレらしいという、まあ、ラインナップかなということで今ね、はい、セットリスト組ましていただいたんで、で、まあ、お寺のね、客殿で吹くらしいんですよ。ああ、なるほど。客殿、はい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 、ね、ですから、まあ、僕も行ったことはないんですよ、うん、まあ、この徳満寺さんの、まあ、住職さんからちょっと依頼があったということでね、はい、ありがとうございます。まあ、小田先生の実家が筑波じゃないですか、はい、筑波より下ですよね、その利根町。全然下ですね、むしろ我孫子とかが近いんじゃないですか、ね、あ、いや本当に千葉と県境、そうですよね、利根川の方ですもんね。あ、そうですよ、利根町って言ってる、まあ、そういうことね、はい、ということで、実はね、昨日ね、僕お教室があって行ってきたら、はい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 、行きますって言ってましたよ。 ありがとうね、その方、砦市の方で、あ、そうなんですね、あ、ちょうど行ったことあるわ、なんですね、あ、ということでね、はいはい、やっていきたいと思いますけども、どうですか、そのオカリナのね、こう響きっていうののこのコンサートっていうのは、まあ、もともとはね、サックスでバリバリやられてるんですけども、はい、何回かオカリナコンサートやってるじゃないですか、はいはいはい、ね、うちでも来てもらったり、何がこういいですかね、こういろんなそのオケを見てきた中でのそのオカリナのこう強みっていうか立ち位置っていうのは、うん、まあ、まずその音色の良さと、その音色の持ってるエネルギーが、うん、なんだろう、うん、サックスだと結構こう届かせる、あ、イヤホンなしにも悪く言うとこう叩きつけるような音がするじゃないですか。馬力あるよね。そうそう、うんうん、オカリナはどっちかというとこう、うん、耳をこう集めるような、うん、響きがする楽器なので。なるほど。こう耳に入れんじゃなくて集めると。そうです。寄ってきてくれる、うんうん、まあ。寄ってきてくれるのを目標に練習してるみたいなところがありますけど。うん、なるほど。ということでね、まあ、素晴らしい、ね、コンサートにしていきたいと思いますので、私も MC でちょっとやりたいなと思いますけど、まあ演奏するのはね、太田先生がね、やりますので、ぜひですね、この10月19日、ね、秋のオカリナ演奏会、特番寺というところでやりますので、はい、ぜひ、ご来場、ご来店。ご来場？ご来場？ご来店。ご来寺ということでね、お待ちしておりますんで、開始がですね、14時、そして1時間弱ということで15時までなんでね、はい、ぜひぜひこの秋の景色をまといながらオカリナを届かせていきたいと思います。ぜひお待ちしております。はい、お待ちします。